まずはじめに小鍋にお水とほうじ茶を加えてください。ここで沸いてから2分ほど煮立ててしっかりと味を出していきます。沸いてから2分経ちましたのでこれをこしていきます。続いて寒天を溶かしていきます。水に粉寒天を入れてよく溶かします。ここで今日のポイントです。粉寒天は溶けたように見えても意外と溶けてないので沸騰してから 1,2 分しっかりと沸かすようにしてください。しっかりと沸いてこのように何度か混ぜながら 1,2 分経ちましたのでここで砂糖を加えていきます。砂糖が溶けたら火を止めて先ほどこしたほうじ茶も加えます。これを泡立てないように容器に入れていきましょう。では寒天が固まりましたのでホイップしたクリームを上にのせていきます。そしてお好みのフルーツです。今日はキウイフルーツとオレンジにしました。お好みのフルーツを飾ってお召し上がりください。ほうじ茶の香ばしさと控えめな甘みは口の中をさっぱりとしてくれるデザートです。お好みのフルーツを添えてお試しください。